こんにちは、競馬エイトの横山です。佐藤です。今週は東京2周年、はい、東京新聞杯でございます、はい。まずね、人気がね、だからダッシングブレイズ、はい、まあ、連勝中ですね。それとダノンプラチナですか、はい、3戦3勝この舞台、まあ、ここら辺なんですけど、まずどう、はい、ダッシングブレイズなんですけど、まあちょっと力んでる感じ、力んでましたね、最初ね、はいはい、まあ、やっぱ脚力はさすがだなっていうような感じはありますね。そうだね、勢いは感じます。そうだね、うん、でも競馬行くと結構折り合いついてね、スローペースでも我慢できてるんでね、まあでも稽古では少し若さあったね、うん、ただ先週はいい時出てね、51秒8とかやっぱね、まあこっちはキープかな。そうですね。あとはどう、それに対するのが関東のダノンプラチナ、これが人気なんですけど、実績もね、格もちょっと上なんだけど、どう、うん、そうですね、まあ、鉄砲も走るんですけどね、うん、走ってるね、まあ、前回のフジステックスから目安に明けの、うん、はいはいはい、でもとんでもない強さで、うん、ね、強かった、力の違いをちょっと回ってね、感じさせたんですけどね、うん、まあ、久々気にならないと思う馬なんですけど、うん、ちょっと最初の息が、うん、あまりいまいちだったかな、いまいちだったね、やっぱなんか寒暖太いね、うん、まあ、陣営もさ、コメントで出てたけどさ、それでモコモコしてたんで、前回は全然動いてたからね、フジステークスの時は、最終域も。もうなんか仕上がってるなって感じで、競馬迎えられたんで、今回はなんかちょっと時間が足んなかったっていう、まあ、乗り込んではいるけど、なんか太めが解消されてないね、これはちょっと危ないんじゃない。はい、あとはどう、他は、グランシルクってどうですか。ちょっと勝ちきれないけど、今回、池添ジョッキー。どうなの、手応えからしたらもうちょっとスッと抜けるかと思ったんだけど、うん、意外に反応がちょっとイマイチだったかなっていう感じがしましたね。まあ時間帯があって、あと結構前もね飛ばしてて、クロムレックってこのお兄さんなんだけど、これも結構走るじゃない、走りますね、これを追いかけてってちょっと早いタックで行かれちゃったんで、でもいいんじゃないの、結構時間帯結構後半でさ、時計かかってたんだ、ハロー前だったんだけど、まあ手応えは悪く見えたけど、時計は優秀なんでね、集中力もあったから、まあ俺はいいかなと思うけどね。あとはどう、良かったのなんちゃん。そうですね、うん、マイネラ・ウラート、はいはいはい、これなんかすごい反応良かったなと。そうだね、回転早かったね今週ね、うん、ちょっと前に他の厩舎の馬が歩いててね、うん、それかわそうな感じで外行ってたけどさ、これちょっと変わりになりそうかな、うん、っていう感じしましたね。そうだね、そうだね、最初は良さそうだね、あの、うん、里のギャランとか、うんうん、やっぱ久々なんですけど、うん、なんか近くてからこのギューンっていう動ける感じが、なんかいい頃に戻ってきたなっていう感じがします。ああそう、一回抜け出してふわっとするんですけど、うんうん、ゴール前ちょっと差し返されたじゃん、レッドレイブンに、うん、まあでもあのこのギューンっていうのが、うん、まあ、ウッドチップは多分こんなもんなんで、これがもしあの芝とかだったら全然多分問題ないような動きしてると思うので、うんうん、なんかちょっと良くなってるような気がします、うん、まあ稽古もやってるしね、すごいやってるよね、はっきり言って、やってます、うん。あとはどうかね、なんかあんまり、あ、テーム大砲っていうのはね、連投した後なんだけど、疲れ取れたなって感じで、すごいグリップ力があって、推進力があったんで、まあ、前行くのでは、この、これが穴っぽいかなっていうね。そうですね。あとはどうかね、いろいろいるんだけどね、アルマワイオリとか、相変わらずなんか硬くて、ちょっとフォームも歪んでたし、レキストラエンドっていうのもな、まあ、手首の返しとかは結構早くてよかったけどな、どうかな。ガラッと変わった感じはないね。ダイワディベダルは、まあ安定してる、高梨安定してる、はい、うんね、まあ走る気あったね今週はね、そんなところ、うん、どっからでも入れそうな感じしますけど、そうだね、うん、まあ確かにダッシングブレイズ良かったけど、これがねちょっと崩れるようだと、はい、ダノンプラチナ がちょっと怪しいんで、ね、怪しいんでね、ちょっと一気にね腹の予想ですけど、まあどうでしょうか、はい、はい、こんなところです。